豆腐離れが深刻化している昨今、豆腐店などを支えるべく、自民・公明両党の有志議員らが日本の豆腐文化を守る議員連盟を発足させ、発起人となった林芳正前農林水産大臣らが5月20日、豆腐業界危機突破全国大会に出席し、会を盛り上げました。冒頭、全国豆腐連合会斉藤康弘代表理事が、我が豆腐業界の実情を憂い、日本の豆腐文化を守る議員連盟に賛同してくださった先生方に深く感謝したいとお礼を述べるとともに開会宣言をしました。その後、豆腐製造などに携わる方々からの意見発表や来賓挨拶があり、発起人代表として林芳正議員が登壇しました。林議員はカレーライスの代わりにカレーをかけた豆腐を食べるダイエットに挑戦していたことを明かし、豆腐には以前からお世話になっていたとも述べました。日本の豆腐文化を守る議員連盟には与党の国会議員ら約70名が名を連ねています。